はい。それでは今回は回数と正則性ということで、A が正則であるということと、ランクの A が N である、N 次正方行列の場合ですけれども、ランクの A が N である、つまりフルランクであるということが必要十分であることを説明します。まず A が N 次正方行列であって、ランクの A が N であると、前回見ましたように、AX イコール EN は回を持つわけですね。で、この時、 この x は同時に xa イコール en の解でもあるということを見たわけですけれども、ここではもう一つの説明をしておきます。一般にランクの a とランクの点値 a は等しいということがわかるので、わかるわけですね。なぜかというと、以前やりましたように回数標準形を使って、a を左から右から基本行列をかけて、行基本変形、列基本変形を行って回数標準形にします。でそうすると全体の点値を取ると、点値の Y と点値の X とということで、えー、点値の Y というのは基本行列の点値は基本行列ですから基本行列の積になりますで。どちらも基本行列の積になるので点値の A は FNMR ということになります。これはつまり点値の A のランクは A のランクと等しいということを意味していますね。従ってランクの A とランクの点値は等しいのでランクの A が N であればランクの点値 A も N ということになります。そうすると このことからですね、このランク A が N であれば、X イコール EN が解を持つということから、点値の A も点値の AY1 イコール EN っていう解を持ちます。はい。で、Y として特に Y1 の点値を取ってやると、これはつまり、この全体の点値を取ると、y かける a イコール EN ということになるわけですね。ということで、AX イコール EN と YA イコール EN が両方解を持ちますから、まあ、以前やったんですけども、 はい。x と ax イコール en が解を持ち ya イコール en が解を持っていれば、まあ、x, イコール a x イコール en となる x と y イコール en となる y があれば x と y は等しくて逆行列だということをやりました。これを使うとこのようになります。はい。ということでランクの a が n であれば a は正則であるということがわかるわけですね。まあ、前回の方の説明の方が非常にわかりやすかったと思いますけども、まあ、こういう別称もあるということですね。 はい。で、逆にですね、今度は、R イコールランク A が N より小さい場合ですね、を考えてみましょう。で、そうすると、ランク A は N より小さいわけですから、ある生則行列 P があって、PA イコール B というふうに階段行列に変形したときに、この B の、まあ、ランクがある。ですから、まあ、R 段あるわけですね。で、仮にもし A が生則であると仮定すると、この PA ですね、PA も生則になります。 ですね。えー、則行列の積は正則行列ですから、えー、a インバース、p インバースが存在して、a インバース、p インバースの積が、pa の逆行列になりますから、pa も正則になります。ところがですね、えー、b は、b の形としては、あるところから下が全部ゼロという形をしているわけですね。でも、このことは起こらないですね。えー、b にこの何かこう、x をかけたらですね、単位行列になるということは絶対起こらない。 ですよね。こういうことですね。B はランク R の階段行列で、R プラス1行から下は0行ベクトルなので、こういうことは起こらない。これはどうしてこういう矛盾が生じたかというと、A を正則と仮定したからですね。ということで、ランクの A が N より小さければ A は非正則であるということになります。従って、A が正則であることと、ランクの A が N であることは、A が正則であることと、ランクの A が N であることは必要十分条件であるということがわかりました。はい。ということで、えー 今の話をですね、まあ、ちょっと別称もしましたので、それを結果も含めてまとめると、次のような同値性が言えることがわかります。A が生息であるということと、点値 A が生息であるということ。ランクの A が N であるということと、ランクの点値 A が N であるということ。まあ、それは全部同値で,で、それを含めて全部同値なんですね。で、A が生息であれば、AX イコール EL 満たす X は存在しますし、まあ、YA イコール EL 満たす Y も存在しますと。 で、5と6の x と y については、これは等しくなって、両方とも a インバースになりますと。ということがわかるわけですね。で、特に、生則行列は基本行列の積として表されるということが言えるわけですね。はい。ということで、ここで例題ですね。次の行列は生則であることを示し、基本行列の積として表せる。いうわけですね。 はい。それでは、以前、あの、回数標準系と、まあ、基本行列の積として2のその行列を表すということをやりましたけれども、まあ、それの類題ということで、今回は、正則行列を基本行列の積で表すということをやってみましょう。はい。それではやってみますね。えー PNQNRN っていうのを単に PQR と書いてしまいますけれども、まあ、P3Q3R3 ですけれども、えー、A1 をこのように変形すると、こういうふうになります。これは、えー、と交換とか2行と3行の交換をやって、11成分を使って吐き出してということをやってるわけですね。で、さらに、えー、この、ここを使って吐き出しして、というふうなことをやっていくと、やっていくと、まあ、このようになって、最後に、えー こうなります。まあ、行に関する基本変形だけで、え、単位行列になりますから、こうなるわけですね。まあ、もちろん、列に関する基本変形を混ぜてもいいんですけれども、その場合は、こう、右から、こう、逆行列をかけていくと。基本行列の逆行列をかけていくということになりますので、まあ、ここはシンプルに、行基本変形だけでできるわけですから、行基本変形だけでやってみました。ということで、これを、A を、A イコールにするために、この A2 イコールで始めて、こう、順番に戻していくというふうにすると、 この p13 の逆行列、これの逆行列、これは q3 ですから、まあ、マイナス1の1分の1は、マイナス1なんで、これ一緒ですね。で、これの逆行、列これの逆行列、これの逆行列と。で、これの逆、えー、r12 が、あ、すみませんこ、これの逆行列、これの逆行列、こいつの逆行列という感じで、はい。まあ、ここに e3 が来るんですけど、e3 はまあなくていい。 消せますからということでこのように書くことができるということですね。